ろく。消えている。死んだのか。いや、普通蒸気が吸い込まれるように消えたりしない。逃げられたぞ。しまった。俺、逃がすな。ジークさん、何があったんですか。わからない。知らない少女が土をこねて俺の体を作った。知らない場所でただそれを見ていた。何年もそうしていたような気もするし、一瞬だったような気もする。あれは、そうか、あれが道なのか。ジークさん、あなたを拘束していた調査兵団30名は巨人にして従えたのですよね。彼らはどこに。まあ、いろいろあっていない。俺たちの邪魔をする奴らはもうここにはいない。行こう。俺たちはただ進むだけだよな、エレン。